わあ、可愛い京急がホームドアに映っておりますが、今私はね、京急鶴見駅にいるんですが、ここから JR のね、鶴見駅も望むことができます。今日の目的はですね、この京急鶴見駅ではないんですね。たまたま、偶然ですね、ちょっと他の用事で、ここの京急鶴見駅を訪れたので、今日はね、ここからとある目的地に向かいたいと思います。まあ、用事というのはですね、この下にあるですね、ちょっと王将でね、お昼ご飯を食べたいなと思って食べてたんですね。わあ、いい天気ですね、今日も。本日もどうぞよろしくお願いいたします。おお、来た、通過。2100型ですね。品川方面、泉岳寺行きかと思います。ここもね、なかなか、まあ、ホームドアあるんですけれども、迫力のある通過見れますよ。そして、これ、すごい手作り感満載ですね。黒いテープでね、切って貼ったんですね。いやいやいや、面白い。おお、また来ましたよ、通過。おお、ホームドアがすごい、ブルブルになってますね。やっぱ通過はかっこいいですね。それでは早速ですね、列車に乗り込んで目的地に向かっていきたいと思います。しばらくは全面展望をね、ご覧いただければと思います。これ今正面左手からですね、太平線がですね、本線に合流しているんですけれども、この太平線に止まってる列車って私見たことないんですよね。多分あれですかね、この生活の、なんていうんですかね、時間帯っていうんですかね、そういうのが違うからなんでしょうね、きっと。まあ、おそらく朝ラッシュとか、夕ラッシュなどの時間っていうのは、おそらくまあ、当たり前のようにね、あそこに停車しているんでしょう。うおー、これすごい直線ですね。さすがもう快特がですね、120キロ走行、まあ、最大スピードですけれども、まあ、できるようなね、こういったやっぱ線形になっているんですね。すごい、もうずっとまっすぐですよ。ずっと坂上がっていってるように見えると思うんですけれども、あそこまでまっすぐですね。さあ、到着しいたしましたよ。ここはですね、今日の目的地の駅になりますね。乗ってきた列車を見送りたいと思います。ありがとうというところで、今日はですね、ここ、八丁縄手駅に来ております。八丁縄手ってなかなかね、難しい漢字書くんですね。もしかしたら初めて見た方ってのちょっと読めないかもわからないですね。こういった漢字を書きますよ。八丁縄手。大阪にもね、四条縄手ってあるんで、それを知っていると、まあ、八丁縄手って読むんだろうなっていうのは、まあ、簡単に想像できるかと思います。今日はね、この八丁縄手駅をですね、いろいろ見ていきたいと思います。この八丁縄手駅はですね、2面2線の、まあ、よくある駅の構造となっております。そして、向こうにはですね、なんと JR 線と書いてあるんですね。なので JR 線もね、これどこかに存在するんですよ。どこかというとですね、この階段を登っていった上ですね。上に JR 線も通っています。もちろんね、後で行ってみたいと思いますね。お、通過列車が来るみたい。さあ見ていきましょう。通過列車、いつもね駅で見てるんですけれども、おお、確かエアポート急行羽田空港行きですかね。1500型、かっこいい。さあまずは改札を出ていきたいと思います。その前にですね、目に留まりましたよ、これ新聞の自動販売機。令和5年3月31日で販売を終了しました。いや、これなかなかないですよ。今やもうすごいな。さあさあ、まずは階段をね上がって駅の反対側に行かないと改札がないので、そこに向かいたいと思いますね。これ今さっきお伝えした JR のホームはちょっと一旦また後で来るので、そこのね映像はねカットしていきたいと思います。さあ下りの階段の先にはね改札があるので行きましょう。で、駅舎はこんな感じですね。まあこじんまりとしてますね。まあ、周辺もね、まあ、マンションとか、まあそういった戸建てとかスーパーはあるんですけれども、まあそこまでね、めちゃくちゃ発展してるというような感じではないですね。さあ、この正面にあります高架がですね、JR がね、走っている線路となります。後でね、行きましょう。この八丁縄手駅はですね、京浜急行と東日本旅客鉄道の駅なんですけれども、両社のですね共同使用駅となっているんですが、京急のね管轄駅なんですね。だから JR の券売機と京急の券売機、これ京急の券売機はね倍ありますね。さあ、先ほど映像でお見せしなかったこの南武線のですね駅のホームにやってきました。これ何やらですね、こう簡易のタッチする、南武線降りたらタッチとかですね、
入ってるんですね。ここ JR 線乗り換え、これですねかなりね重要になってきますよ。後で説明しますね。でこの駅はですね基本的には一面一線という表現が正しいですかね。ただこの正面左手に見えます2本の線路、これ貨物線ですね。多分ね待ってればね貨物ね通りますよ。これ結構ね迫力がありますからね、見れたらいいですね。おーっとしてたらちょっとカメラ間に合わなかったんですけど、なんとかね貨物を撮ることができてます。こんなね近くのね貨物がね悠々と走行していく姿も見ることができます。なので貨物好きの人はいいんじゃないですか。ここで待ってればね貨物見れますからね。おー滝が行ってしまいました。おーこれ見てください、南部支線を走る205系なんですけれども、かっこいいですね。2両で頑張って可愛いんですけれどもね、この列車ねもうね置き換えられるんですね。順次もうなくなっていっちゃいますね。可愛いな。これですね IC カードなどを使ってですねこの当駅で乗り換える際なんですけれども、この簡易 IC カード改札機にカードタッチしないとですねこの当駅経由とみなされず、異なる経路で計算されるみたいですね。なのでとんでもない金額が発生する可能性があります。お気をつけください。さあ待てど待てど貨物はやってきません。本数もねかなり少ないんですね。一方ですねこの下を走っている京急なんかはもうバンバン走っているので、この格差にもねなかなか驚きですね。でこの駅のホームの端に行くと、まあ注意書きが書いてあるんですけれども、ここ指定駅の管轄なんですね。ほら指定駅長って書いてるんで、知らなかったなと思ったら桃太郎がやってきました。これ短期走行していますね。これからおそらくね根岸の方に行くんですかね。根岸駅に行ってまた滝をね引っ張ってきてまた向こうの方に走っていくんじゃないですかね。おおかっこいいっすね、短期走行は桃太郎。いやいやいや写真撮ればよかったな。おお京急がね走っていますよ。こちらもかっこいいっすね。これ多分列車の本数で言うと15倍ぐらいあるんじゃないでしょうか。これが南武線の時刻表、まあ朝多い時では5本、まあ日中は1時間に1本か2本ぐらいですかね。そんなにはね多くないです。一方京急はですね、まあとんでもない数の列車が走っているので、こういったね、ギャップをね楽しめる駅八丁畷駅のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。